皆さんこんにちは。東京都文京区にある千駄木鍼灸整骨院です。いつものお願いですが、この番組では正確な情報の提供に努めていますが、症状がある方は最初に医師の診断を受け、その上でこのビデオを活用いただけるようお願いします。今日は頭骨神経麻痺という症状についての第3回目です。1回目では頭骨神経というのはどういう働きがあって、なぜこの神経は麻痺を起こしやすいのか、またどういうことをすると麻痺を起こす可能性があるのかについて説明をしました。2回目では実際に発症してしまった方のビデオをいろいろご紹介してきたんですが、今回3回目では実際に発症してしまうとどういうことができなくなるのか、どういうことに不便を感じるのか、そういうことについて説明をしていきたいと思います。では実際にこの麻痺になるとどういうことができなくなるかと言いますと、一つは字を書くということが非常に困難になります。なぜかと言いますと、字を書くときというのは普通手首がこうちょっと上に持ち上がった状態で皆さん書くと思うんですが、この持ち上げるという状態が麻痺によってできなくなりますので、字を書こうとすると手首がこういうふうに内側にこう入ってしまって字をうまく書くことができないというのが非常に不便に感じられることの一つだと思います。次にこの麻痺になりますと、手首がこう上に上げられないという症状以外に、こう指がしっかり開けない、こうパーに開こうとしてもしっかりパーにできない、指を上に持ち上げようとしてもうまいこと上がらないという症状が、同時に出てくるんですが、この指が上がらないという症状が顕著に出てしまいますと、後骨幹神経麻痺というまた別の症状の可能性もあるんですが、これについてはこの頭骨神経麻痺のシリーズが終わった後にまた別に詳しくご紹介していきたいと思いますが、とりあえずは頭骨神経麻痺の症状としても一つは手首が上げられないというのが顕著ですが、同時にしっかり指が開けないんだ、指を上げようとしてもうまく上げられなくなるんだというふうに、理解しておいてください。ですので、こう指がうまく上がりませんので、こうキーボードをこう打とうとしてもこう指が上がらないので、うまくこうタイプができなくなるというのもこの麻痺で起こってくる困った症状の一つです。もう一つの困った症状として、握力が低下してしまうという症状があります。握力計なんですが、握力計で握力を測ろうとすると、手首がこういう風になってしまう。先ほどの、字が書けなくなるというところで説明したのと同じように、手首がこういう風になってしまいますので、力が非常に入りにくくなります。これも同じことなんですが、比較的重いペットボトルをこういうふうに持とうとすると、この重さに手首が耐えられないで、こういうふうに手首が垂れてしまうというのも、この握力低下によるものです。頭骨神経というのは、手首を上げるという働きがあって、この神経が麻痺してしまうと、手首が上げられなくなるのに、なんでこう握るという握力が低下してしまうのかに対して、疑問に思われる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、それに関しては次回のなんで握力が低下するのかという中でまた説明していきたいと思います。またこの神経が麻痺してしまいますと、手首は内側に曲がってしまい、指はしっかり開けず、力がちゃんと入らないというのが主たる症状ですので、細かい動きも非常にしにくくなります。ですので、
お箸を使うといった作業も非常に困難になります。最後に、頭骨神経の働きとして、手首を外側にこう回すという働きがあるんですが、この麻痺になりますと、こういう外にひねるという動きができなくなりますので、こうドアノブをこういうふうに外にこうグッとひねったりする動きもしづらくなると思います。ただこれに関しては反対の腕でもできることですので、お箸が使えないですとか、字が書けないですとか、そういうことに比べてはそれほど不便を感じないと思います。次回は12月15日にどうして握力が低下してしまうのかというテーマでお話をしていきたいと思います。番組をご覧いただいて参考になったなという方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。